お聞きください。この3連勝目指して行くぞみんな。うん、今日も勝つよ。負けっぱなしで帰れるかよ。行くぜサンゴール。うん、頼むよ新田君。この選手うまい。ディアラ君もらった。激しいタックル。何よし松山君タックルも決めた。それどうだ翼君。これは南米式のドリブルだ。かわしてしまった。タケシこのパスは通らない。パスを出すな。ムベング君ここは抜かせません。マジで決まった。もらったぞ。シェルドリドリブルで抜き取る。さあいけオールマイです。新田君シュートを放った。ヒューガーだ。センタリング。はよし。ヒューガー君邪魔だ。敵陣を切り裂く。シーク俺をタイガー突動。ムーンを先行に放った。シークこのボールにボールを当てる。これは見事にキャッチ。パントキックどこまで運べるか。このパスもカットします。このパスはやっぱりダメだ。ダイレクトでパス。いざっす。ここは抜かせません。パスを出します。それヒューガ君パスを出す。サンゴール君ここで止めた。セット君横にかわして、はあ、これはごぼう抜きだ。松山君激しいタックル。あらわしのような燃えるものか。松山君ここだ。イーグルショットだ。ヒューガ君クラッだ。これは見事にキャッチ。早くも前半の半分が経過しましたが試合の行方はまだまだ分かりません。このスライディングが決まった。翼君そんなボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。ディアラ君激しいタックル。ボールダッシュ成功。そらゴーショー君ここは抜かせません。パスを回す。ファイ君素晴らしい横にかわす。チャンスが決まった。横をスリーだ。ディアラ君ここは抜かせません。セネガルもう一段ギアを上げてきたぞ。かわしてみせた。軽やかに待った上から抜いた。チャンスが決まった。よしシェイ君素早く横にかわす。このタックルは勝たずに終わります。チャージが決まった。よっしゃ上から抜いた。ここだ。軽やかに待った。横にかわして突破。サール君ここで止めた。横にかわして突破。それスライディングで止めた。いった。軽やかに待った。このタックルは不発に終わります。チャージが決まった。ショウ君横にかわして突破。翼君ここは抜かせません。ショウ君スライディングでカット。これはタッチ終わります。スローインからの再開です。よし上から抜いた。ここもオーロラフェイントだ。なんというテクニック。そして落ちてくるボールをそのままシュートにいった。横の手で鋭く反応。決死のセーブでゴールを割らせない。新田君激しいタックル。サンゴール君ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。軽やかに待った。必須のオーロラフェイントだ。さあドラゴンショーのセーブでゴールを割らせない。シーフボールを出した。全日本慌てて守備に戻ります。三崎君激しいタックル。それ軽やかに待った。サンゴール君ボールを奪うことができません。なんというテクニック。そして落ちてくるボールをそのままシュートにいった。どこだ
このシュートは乗っている。このゴールで見せてやったぞ。うっさ、みんな前半はよくやった。スピードが特徴っていうからどれほどのものかと思ってたけど、今のところはなんとかなってるな。それだけわしらも。翼、ちょっといいか。何？前半、うん、セネがそのか。そうか、今のところセネ。けどもしあいつ、みんな何を、しん、おい、ちょっとジャロ、止めるな。今日という今日は言わせてもらう。監督、自分の思い込みで自分のやりたいことばっかり押し付けやがって。俺たちは他のことだってできる。何を言っている。そう思うの、そうだろみんな。そうです、ジャロの言う通りです。俺たちをバカにしないでください。お前たち、どうせこの試合がさ、3ゴール、後半は、え、これまでは、今度は逆だ。お前のテクニック、そうさ、ミニゲームでいつもやっ、でも俺たちはちっちゃい頃から一緒にサッカーしてきた。お前を最後くらい。ジャロ、分かって、僕も。さ、よしみんな、おう、俺だ。みんな、僕の周りを囲んでパスの選択肢を増やしてほしいんだ。おれ、この野郎。決まった。ジャロ、このパスは通らない。翼、ソーダ君、パスを出します。なんてうまいんだ。翼君、ここは抜かせません。ルベル君、このスライディングが決まった。いけ、セッグ、ここからチャンスを作れるか。松山君、ここは抜かせません。ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。必殺のオーロラフェイントだ。それ、もらったぞ。上から抜いた。軽やかになった。まるでボールと戯れるようだ。高く上げたボールを全力で投げに行った。そこだ。このシュートに反応している。みんなクロスは通るか。これはキャッチできない。よし、ここからカウンターを仕掛ける。ジゴル、タックルも決めた。もらった。上から抜いた。ここは抜かせません。横をすり抜けた。鮮やかなジャンプ。翔太くん、激しいタックル。チャンスが決まった。ボールを奪うことができません。ジゴット、激しいタックル。それ、どれ、横をすり抜けた。ジャロ君、タックルを決めた。ジゴット、激しいタックル。いけ、チャンスが決まった。そら、いけ。サンボール君、ここはスピードが避けた。ジゴット君、ここで止めた。まさに走るダンプカーだ。あと、ドリブルを見送る。おら、ジャラ君、ここは抜かせません。はぁ、それ、ジャロ君、センターラインを越えて攻め込む。鋭いスライディング。それ、松山君、ここはパスを渡す。翼君、得意のヒールリストで抜いた。軽やかに抜かれた。ショウ君、セネガル、ここで仕掛けます。そのスピードはまさに決定のようだ。いけ、なんと奪い返した。
ムベング君、ボールを狙う方向、軽やかに待った、上から抜いた、こいつだ、軽やかに待った、僕のテクニックが通じない、よっしゃ、軽やかに待った、よっかばして振り抜いた、よし、ここは抜かせません、ヒューガー、ニッタさん、敵に攻め込みます、サンゴール君、激しいタック、鮮やかなジャンプ、ジャンプ、敵陣を切り裂く、ヒューガー、ヒューガー、スマスマ、体ごとぶつかっていった、翼くん、これは南米式のルールだ、軽やかに待った、上から抜いた、もらったぜ、軽やかに待った、ほら敵陣へ攻め込みます、上から抜いた、なんというテクニック、そして落ちた、ボールをそのままシュートに行った、これはキャッチできない、シークレス、これをトラップ、体ごとぶつかっていった、わ、田山君、ここは抜かせません、サンゴール君、サンゴール君、パスを回す、セック君、ここは抜かせません、サンゴール君、つらい、1点差のしびれるような展開を制して勝利を手にしました。みんな、はい、チョロ、どうせ俺、そでも何、俺たちのスピードを生かす指示と正確なパスワーク、それができるのもさん、ああ、俺たちが今日の試合、そんな今日の後半、そのみんな、僕だから、ああ、私は選手の能力を決めつけ、その思い込みを押し付け、自分がやりたいことを選手にやらせるのではなく、後半の君たちのサッカー、セネガルサッカーの君たちの今後、やったな、翼、3連勝だぜ、うん、どうした、勝つ、ああ、チーム1、セネガルの、うん、サッカーに1、選手一人一人が当たり前、初心、翼くん、ゴジ、あれそれじゃあ、ありがとう、さあ、よす、勝ち点数、状況的に俺たちのサッカーは攻撃が身上だ、引き分け狙いなどという、おう、相手は絶対に攻撃的に来る、勝機は必ずある、おう、ルチアーノ、分かってるから邪魔すんな、集中してるんだ、あ、すまん、
痛恨の反則。ここまで耐えずルチアーノ君のドリブルにオランダディフェンダーがPK を蹴るのはコンティ君です。決まりました、イタリア先制。これで守りの堅いイタリアが試合の主導権を握ることになるでしょう。おいルチアーノ、なんで俺に PK 譲ったんだよ。はあ、見せ場をやったのに。さてはお前 PK 苦手だな。うるせ。ついに同点に追いついた。素早いパス回しでディフェンダーの隙を、ヘルナンデス君も反応しましたが、黄金のやったな、クライフォード。まだだ、まだ同点だ。残り時間もう1点取りに行くぞ。みんな、まだ終わりじゃない。最後まで。おう、またもチャンス。ボールを持ったカイザー君がサイドライン際を駆け上がる。レンセン、カイザー君、逆サイドのレンセンブリンク君にパス。クリスマン、レンセンブリンク君、中央のクリスマン君に折り返す。イタリアディフェンスが左右に振られている。今だ、クライフォード。あっと、クリスマン君がダイレクトでスルーパス。イタリアディフェンスラインの裏に走り込む、クライフォード君に通った。これでキーパーと1対1だ。クライフォードは必ず俺の右を狙ってくる。同点にされたのは俺の責任だ。だから今回は絶対に止める。この腕が壊れようと絶対に止めるんだ。お前の右腕、俺がもらった。近距離からシュートだ。イタリアを、俺の黄金の右腕を舐めるな。な、何と、取った。ヘルナンデス君、この土壇場でスーパー、いや、ミラクルセーブだ。ゴールを確信していたオランダの選手たちが驚きの表情で立ち尽くしている。今だ、ヘルナンデス君、素早いリスタートだ。そしてボールはフィールド中央で待っていたルチアーノ君に通った。イタリア、これが最後のカウンターアタックだ。ようやく来たか、待ってたぜ。しまった、戻れ。ただ一人攻め上がるルチアーノ君、その前にオランダのディフェンダー3人が立ちはだかる。ここは倒産。てめえらみたいな雑魚に今の俺からボールが取れるかよ。なめるな。これはルチアーノ君、なんと華麗なリフティングテクニック。オランダディフェンダー3人に囲まれながら、なおボールを渡さずにリフティン。このバカにしやがって。てめえら、しつこいんだよ。いいぞディック、そのまま時間を稼げ。その間に俺が戻る。ルチアーノ君が前に行けない間に、クライフォード君が猛スピードでゴール前に戻ってきた。不本意だが、
引き分けで逃げ切るしかない。そのためにもボールを奪う。さあルチアノ君の背後にクライフォード君が迫る。あっとクライフォード君に気づいたルチアノ君、動揺したかボールを蹴り損ねた。大きく跳ねたボールが宙に弧を描く。これでイタリア万事休す。いや違う、ここに走り込んでくる選手がいる。これはゴール前で守備をしていた長身フォワードタルデリ君だ。しまった、そういうことだったのか。俺たちが時間を稼いでいたんじゃな。オランダ選手は全員ルチアノ君に意識がいっている。タルデリ君完全なフリーから、くれ、強烈なヘディングシュートだ。ルチアノ君のスーパープレーからまさかの事態に、その中で呆然と胸を張るルチアノ君。最後のプレー見たか、これが俺の、俺たちのイタリアのサッカーだ。試合終、イタリア対オラン、その他やったな、やったな、ルチアノ。俺に抱きつくな、ジーノのところに行け、ジーノのところに。ルチアノやったな。ジーノ、お前までかよ。ルチアノ、今日の勝利は君のおかげだ。どうってことねえよ。右手ぶらつかせてどうしたんだよ、怪我でもしたのか。クライフォートの最後のシュートでやられた、多分指が 2,3 本折れたかな。痛えんなら後でね、今はさ。勝手にしろ。なんだ、もう戻るのか。何度も言わせるな、慣れ合うつもりはねえんだよ。じゃあせめてハイタッチくらいしよう。そういうのは嫌いなんだよ。じゃあな、早く病院行けよ。悔しいか。監督。なんだ。俺たちは道はある。それ同時に無数の戦術を頭に叩き込み、実戦をそうして経験、それが完成した時トータルフットボール。そうだ、だが道は長く、それでもやるかね。はい、分かった。クライフォート、君にその覚悟があればオランダサッカーの未来は今こ。改めて正直予選、あそっか。しかしそれもこれも相手の動きにもついていけるように。俺たちは確かに、もちろん。あ、片桐君、今アメリカ対フランスが終わりましたよ。どっちが勝ったんですか。フランスだ、圧勝だったよ。そうですか。じゃあフランスはあのブレイク、やっぱり。それが、え、まあ一方フランスには、しかし優勝どうも。負けても構わんし。ああ、そうだ、予選でみんな、はい、今日の試合、僕が試合前に伝えた戦術を忠実に遂行すれば問題なく勝てた。しかし愚かな君たちは、そう、それはでもこれでいい、僕の予定通りだったんだからね。なぜ君たち補欠を集めて今日の試合に出したと思う。それは
このチームの勝ち方はつまでもこの先つまり次のもちろんけどよおやそれの相手が僕がマジかよこの大会ぜひとでもそもちろんだからそれ翼あっ最初の頃に、うん、でもよし俺もそれヒューガ君はやっぱりすごいな俺じゃそんなに勢いのある脚力はもちろんだが重いボールを蹴るにはコツもあるのさこの重いボールは闇雲に蹴ってもダメなんだ強い足腰と全力のキック力がぶつけられるフォームが必要なんだ全力が出せるフォームそれおやるじゃないかどうした翼これだこれだよヒューガ君ならあとは練習するだけだなありがとうヒューガ君今日で予選リーグもしはい我々の他に勝ち残ったどのグループしかし両国のそれだけアルゼンチン決勝まであと3試合エースのディアスをフル活用するため1試合の休養を与えるそして予選を2位で通過することで次戦組みしやすい我々とは当たるそういうことだろうやはり我々は舐められているのですねだがそれならそれで構わん相手が油断しているならそれに乗じるまでだはい翼を中心に選手たちは本当に強くなってきました今の彼らは十分に世界に通用します若者の成長とはすごいものだな毎日本当に驚かされるよその彼らの成長に指導者の我々が置いていかれてはなるまいはい早速次に当たるアルゼンチンの分析に入りましょうよしそれでは今日も練習を始めるまずはグラウンド10周のランニングだはいよっしゃ行くぜみんなは口だけは元気だないきなりへばるなよ何長距離走なら俺のもんだぜ負けるかよ石崎君たち朝から元気だなでもみんな練習熱心だよねそりゃそうですよやっぱり上手くなりたいですもんうん俺もプロになるためにもっともっと練習しなきゃお、どうした今日はやけに元気じゃねえか手抜きのお前に負けるほど俺たちはやわじゃねえぜいや、やるじゃねえかお、俺が走り負けるなんて
なんてスタミナしてんだよ。というか今日のお前、この間までと目つきが違うぜ。ほんと急にやる気を出しやがって。なんかあったのか。お前そんなこと考えるようになったのかよ。やる気を出すのはいいことさ。あいつ、ああ、くそ、あと少しで掴めそうなのに。翼くん、どうして。僕もちょだいぶもうちょまあ、でも なあ俺、うん、それでそうなんだああけど、え、うん、もちろんチームが勝つために世界一になる。それで翼くん、大好きなサッカーをたん、いや、ふう、俺のドライブシュート、アメリカの空に羽ばたけ。おお、よし、君は確か。ここまでとは思わなかったよ。うん、うん、なあ、よし。ああ、少し、うん、よし。よし。よし。
あのさ、よしよし、ごめん。違う。おい、あ頑張っ、うん、よし頑張ろ。ああ、よし頑張ろうぜ。よし。ああ、くそ。おう、いや、おう、なあ、ああ、よし、よし、ちっ、なんだ、いや、よし、ノ
の。へえ。
ベルト、久しぶりじゃないか。君もアメリカに来ていたなんてな。お久しぶり。ま、しかし、お、え、じゃあ、あ、監督。ロカ、お。よし、今日、で、今日か、ほっと。みんな、あ、こだ、はい。ディアス、調子はどうだ？前のひとしも今日も頼むぞ。まか、まずし、あ、ジュニアユースワールドチャ、アルゼンチンの技術と速さを兼ね備えたドリブルや体操選手をもしのぐ圧強の試合、その役目を担うのはサッカー。えい、日本の10番、お前のロベルト本郷仕込みの南米スタイルの技との対決、たの、ロベルト本郷、ロベルトを知っているのか、君はロベルト、ああ、うちのバルバス監督はロベルト本郷と友人なんだ。今日も試合前二人で話してたぜ。今日も。ああ、スタンドでこの試合を見てるってよ。この試合を、ほれもう試合が始まるぜ。どうしたの翼くん。ロベルトがこのスタンドのどこかにいるらしいんだ。え、
待たせし、ロベルトがこのスタンドのどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ、10番。それ。激しいタックル。狙ったぞ。後ろからしてクッパー。それ。タックルも決めた。行け。あとドリブルを見送る。破壊力抜群の突破だ。圧倒的パワーで吹き飛ばした。決まった。ナトラ君、激しいタックル。ここはパスを出した。ムラサコとぶつかっていた。それ。ジトー君、ダイレクトでパス。ミサキ君、サブレ君、ここはパスを出した。かわして振り切った。翼君、ここは抜かせません。ジトー君、まさに走るダンプカーだ。ドリブルでボールを運ぶ。チャージが決まった。マスコマ君、素晴らしい突破だ。ダイレクトでパス。ブラン君、ここは抜かせません。ジト君、激しいタックル。スライディングで止めた。クリアス君、シュート。若林君、ゴールを守った。こいつだ。上からお前なんかねえじゃないぜ。スライディングで止めた。クリーンシュートだ。さあ、ボールと真っ向勝負。このシュートを完璧にブロック。パスを回す。翼くん、もらったぞ。そうだ、上から抜いた。軽やかだ。はぁ、あ、バカな。上から抜いた。ここだ。止められない。さあ、ゴール前です。ガレア君、ボールを狙う。ここだ。ボールと真っ向勝負。ガルトーニ君、ゴールも割らせません。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。キン、あとドリブルを見送る。軽やかになった。よっしゃ、鋭いスライディング。よっしゃ、ここは抜かせません。このパスをカットします。チャンスが決まった。このパスは通る。あ、かわした。体ごとぶつかっていった。いけ。その程度か。俺のドライブシュート。このシュートにジャンプで反応。完璧に抑えました。翼、敵陣へ。これは負けるわけにはいかない。全日本、ここは全力のプレーで勝利を掴み取りに来た。翼くん、ボールは友達、渡しません。いけ。かわして振り込みだ。体ごとぶつかっていった。これがファンディアス様の力だ。これが打ち勝った。美咲くん、これが10番の相棒なのか。これは南米式のドリブルだ。よし、センベロくん、このスライディングが決まった。ミサキ君、激しいタックル。横をすり抜けた。止められない。それ、やった。ミサキ君、素早く横にかわす。どうだ。スライディングで止めた。ここでパスカット。ミサキ君、パスを出します。軽やかに待った。スライディングで止めた。かわして振り切った。俺が世界一。俺が天才ファンディアスだ。このスライディングが決まった。ジェフ、前半はよく翼くん、ディアスな
覧ください。スタジアム試合開始です。ロベルトがこのスタンドのどこかに。試合中に考え事は良くないぜ。ボールはもらうぜ。10番激しいタックル、よし、鋭いスライディング、いけ。思ったよりやるな。ボールダッシュ成功。翼くん、ここは抜かせません。翼くん、ここはパスを出した。このパスは通らない。俺のドライブシュート。これはドライブシュートか。これは見事なジャンピングキャッチ。ほら、そうだ、上から抜いた。嘘だ、俺が。おっと、いつだ。上から抜いた。次々にかわしていく。ガルバスライディングカット。いけ。よいしょ。ここは抜かせません。ワンタッチで送る。あっと、奪い返した。ガルバン君、横をすり抜けた。アルゼンチン、これが本物だ。体型が整っていません。翼、よし、交代だ。それ、松山君、ここは抜かせません。もらったぞ。軽やかに待った。おら、おら、パスを回す。ハッサー、ボールを奪うことができません。よし、なに、ここでパスカット。それ、パスを出す。それ、おら、いけ。パスを出した。それ、いけ。このパスは縦に終わる。ジェイテス君、ボールを奪うことができません。よし、上から抜いた。軽やかに待った。鋭いスライディング。どうだ、ガルバン君、横にかわして突破。よし、松山君、ここで止めた。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。体ごとぶつかっていった。いけたい。よっしゃ、フェイントだ。よし、ボールを奪うことができません。レオタイガー変動。よく飛びで鋭く反応。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。俺は負けるわけにはいかない。お箱のヒールリフトだ。敵陣へ攻め込みます。センベロ君、いけ。このスライディングが決まった。ディアス君、前転でかわした。これが10番の相棒なのか。勇ましい突破だ。パスを出します。ジンロ君、決まった。ガルバン君、スライディングでカット。ディアス君、前転でかわした。リスザキ君、ここは好きにさせません。なめるな。スライディングで止めた。俺が世界一。俺が天才ファンティアスだ。リスザキ君、ここは抜けません。ラスバス全力、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りました。ガルトーニ君、これはキャッチできない。翼君、渾身のシュート。また正面からシュートを受け止めた。パントキックで大きく蹴り出した。翼君、このパスをカットします。軽やかに待った。ほら、上から抜いた。なんというテクニック。そして落ちてくるボールをそのままシュートにいった。横っ飛びで鋭く反応。そうだな。前半はよくこ。何をや。
気にするな。だおこの手彼の日本でのライバルたちは、そしてそのさ、行くぞディアス。君との対決を制し、この日本の中盤前半の戦いです。もしかするとお前も10年に1人出るか出ないかのサッカーの天才なの。しかし天才と呼ばれ世界ナンバーワンプレイヤーの称号はお前との対俺の当たり。後半も勝負だディアス。久々に楽しくなりそうだぜ。世界で戦うのは力不足だったけれど、行くぞアルト。シュートだ翼くん。今までのドライブシュートとは違う。なんという勢い。下やったねつ。いやありがとう。やったヒューガク。俺はドライブけれど、そのそうか。うん、だからそれが今のシュートさ。ああ、そう、さあみんな、おう、右へパスを送る。はい、これがファンディアス様の力だ。ミサキ君、激しいタックル。翼君、センターラインを越えて攻め込む。それだ、
行くぞ。はっ。ジェイドレス君、スライドでカット。やばすぎる。ジェイドレス、ここは抜かせません。おろ。上から抜いた。ゴール前に持ち込んだ。まるでボールと戯れるようだ。高く上げたボールをゴールで抜かうぞ。ガルトーニ君、このシュートに反応している。やったぞ。ここだ。これはまさに秘密兵器だ。いよいよフィールドに立ちます。大きくパス、長いパスが通った。それそ、激しいタックル。これでミパキ君、素早く横に飛ぶ。止められない。よし、ミパキ君、横にかわして飛ぶ。ディアス君、このスライディングが決まった。スライディングで止めた。ツインシュートだ。ジトル、ここは身を挺して止めに行く。横飛びで抑えた。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。ブラウン君、一発のシュートを放った。横飛びで抑えた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。もらったぞ。くそ、それディアス君、多少の始まりだぜ。側転、バク転、バッチリカバー。ミラクルオーバーフットだ。若林君、このシュートに反応している。もらったぞ。くそ、それよし。ミラクル、ここは抜かせません。肩ごとぶつかっていった。スラサ君、これは南米式のドリブルだ。スライディングで止めた。敵陣へ攻め込みます。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。ブラウン君、この前に持ち込んだ。ここだ。若林君、このシュートに反応している。石崎君、ここはパスを出す。なんだと、軽やかに待った。全日本、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。アルゼンチン、キャプテンのその天才的プレーを見せつけるのか。体ごとぶつかっていった。よし、はあ、こいつだ。試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。ゴラッと奪い返した。それでは、ここは無理せず後ろへ下げます。若林君、ここはなんとか気持ちを切り替えたいところ。それ、ディアス君、ボールを奪うことができません。こいつは、そんな、ほら、上から抜いた。ほら、かわして振り切った。もらった。上から抜いた。翼、みんな聞いてくれ。松山君、今までの展開で分かる通り、ディアスがマークしている限り、翼といえど自由にはプレイできない。だから、マークを外したいときは、翼、俺にボールをくれ。俺がディアスを引きつける。え？奴は翼以外は自分よりを。そこで俺がディアスに勝てば、フリーになった翼にボールを渡せる。けどよ、もし松山がディアスに負けたら。そうだ、その心配は。松山、翼、分かった。その松山なら、お前がボ。ああ、行くぞみんな。そら、ベスト4に行くのは俺たちだ。そう、負けるもんか。勝つのは日本だ。タックルに決めた。
狙いすましてシュート。力をためて強烈なシュート。横飛びで抑えた。パスカル君ボールを奪った。ゴール前に持ち込んだ。これはゴールラインを割ります。アルゼンチン、これを得点に結びつけられるか。ジェイテス君蹴り入れます。イスベス君ここは好きにさせません。はあ、あとドリブルの魅力、クリーンシュートだ。ジゾー君なめるな。飛んだ。若林君ボールはまだ生きている。ソーダ君このボールを拾います。行くぞ。ここはパスを出した。もらった。三杉君そこ体を反転させかわした。それロールマス。ロングボールを送る。これはゴールラインを割ります。キーパーからのリスタートです。このパスは通らない。ディアス君激しいタックル。ドラッグでかわした。イスペック君ここで止めて。よし表しのよ。そうはいく。ディアス、お前は天才かもしれないが、俺だって翼と五分に渡り合った男、そして意地と根性では誰にも負けねえ。頼んだぞ翼。もらったぜ。奪い返した。それ翼くん、そんな。あっとここで前半し、いよいよ延長後半、ラスト10分が始まりました。それ翼くん激しいタックル。それこれは南米式のボールだ。鋭いスライディング。ディアス君高速で抜き去った。もらったぞ。ブラウン君よく押してここはスライディングで止めた。ヒューガ君ダイレクトでパス。カズオ君ここからチャンスを作れるか。センベロ君ほらスライディングでカット。ディアス君天才的なドリブルだ。パスを出します。パスカル君センターラインを越えて攻め込む。スラタ君お箱のヒールリフトだ。これは南米式のドリブルだ。俺の次に目を見せて。これは最強の力を込めたドライブシュートだ。このボールに飛びつく。これは見事にキャッチ。パントキックどこまで運べるか。これで抜き去った。ディアス君鮮やかな前転で突破。それブランカセンターラインを越えて攻め込む。天才的なドリブルだ。ソーダ君タックルを決めた。このタックルは不発に終わる。ここでタイムアップ延長。責任重大な一番手として登場です。ヒューガ君信頼してくれるみんなのために勝つ。重要な一番手を担います。いった。狙いすました。俺もアシストだけじゃないぜ。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。さあボールと真っ向勝負。カズオ君このシュートを勝負。よし俺がカズオだ覚えとけ。ゆっくりと歩を進めます。さあセーバーディアス天才に不可能はない。さあどうだ翼君これが俺たちの力だ。打った狙いすましたシュートでゴールをゲット。狙ってきた。三杉君このシュートを決めてきた。これ狙ってきた。この
のシュートを完璧にブロック。この重要な5番手のキッカーを任されました。セッター美咲くん、負けるもんか、絶対に勝つ。勢いで優勝まで突っ走るぜ。勝ったぞ翼。僕たちは勝ったんだ。喜びの日本イレブン、全員がキャプテン翼くんのところへ。みんな、そうだ、みんなが力を合わせれば俺たちのサッカー、 J ボーイズサッカーは立派に世界に通用するんだ。やったぞみんな。負けちまったな、みんな。世界ナンバーワンになる男、ファンティアス。その伝説の始まり、第一章から早くも傷をつけられちまったぜ。その傷をつけた男、全日本の10番。へい、10番ディアス。名前を教えてくれ。翼、大空翼だ。翼か。うん、その名前一生忘れないぜ。お前も大した才能の持ち主だぜ。この俺と張り合えるんだからな。けど次は負けない。翼とまとめて倒してやるからな。それじゃあ頑張れよ翼。準決勝も。今日は俺の負けだ。けれどいつか必ずこの借りは返す。覚えておけよ翼。翼、キャプテンとして俺は、そしてそれに俺がいる。ロベルトさん、片桐さん、今日の試合は勝ったけど、まだまだ完璧じゃない。これで満足していたら世界一の選手にはなれない。ロベルトにもきっとそう言われたはずだ。このスタジアムのどこかで見ていた。ロベルトにも。翼くん、美咲くん、ロベルトのことだけど、本当にこのスタジアムにいるの？うん、リアスが試合前に会ったって言ってたから、きっと。それなら片桐さん、もしかす。そうか、ありがとう美咲くん。夜は必ず宿舎にいるはず。うん、
な。なんだ仕方。フランスはその守備がジャン。うん。ジャンのおかげ。これは。前半15分。ここまでフランスがな早く追いつきたいウルグアイ。ボールをエースのビクトリーノ君に集める。さあそのビクトリーノ君にボールが渡った。南米の1点くらいすぐに追いついてやるぜ。あとそのビクトリーノ君にフランスの選手が肉薄。これはジャン君だ。何この俺のスピードと互角だと。互角などであるものか。消えた。こっちだ。何。あとジャン君ビクトリ。あいつトップスピードのままビクトリーノの近く。すげえ。さあ再びビクトリーノ君にボールが渡った。フランスのディフェンスも柔らかなボールタッチのテクニックで次々と抜き去っていく。そのビクトリーノ君に凄まじいダッシュでジャン君が接近する。今度はテクニックで勝負だ。好きにすればいい。どの道僕の勝ちは揺るがない。南米のテクニックとはこんなものか。バカな。ピエール。ジャン君すかさずピエール君にパスだ。おこれはピエール君とナポレオン君の素早いパス交換。ピエール行くぞ。あのシュート多分だ。あ、なるほど。どれ。ここで試合終了の笛。フランこの対今大会美咲、次はいよいよ君との対決だ。楽勝楽勝。しか構わんぜ。これまそうか。どうぞ。翼にミサイル。カッチ。なるほど、そういうことか。ロベルトさんがアルゼンチンのバルバス監督。ああ。なら翼。それについて。そう。ロベルト。ロベル。それで。ま。だが今晩です。ああ翼くん。ロベルトに。翼くん俺どうしてあんなに会いたそ。でも今翼。それに何だから翼くん。翼待っていてくれ。それでも起動。そこも。そんな同情はそのゴールキーパーに失礼だよ。さあ開始から攻めるブラジル。カルロスク。ヘルナンデス君ナイスセーブ。骨折した右腕でカルロス君の強烈なシュートを防ぎました。カルロス惜しかったな。あれでいいんだ。え、奴の右腕を砕いて交代させる。
それがこの試合に勝つ一番確実な方法だ。さあ、イタリアの反撃、ルチアーノ君がブラジル陣内に切り込んでいく。出た、ここでルチアーノ君の必殺シュート。あと、ケイジーニョ君、このシュートをがっちりとキャッチ。なんという反応の速さと軽やかなセービングだ。何？俺のシュート君みたいなファンタジスタと戦えて本当に嬉しいよ。俺もゴールキーパーのファンタジスタを目指しているからね。ゴールキーパーがファンタジスタだと？そうだよ。何かと話してる場合じゃないね。ほら、アルベルト、行くぞ。レオ、あ、ボールを受け、くらえ。アルベルト君、遠目からの強烈なシュートだ。負けるか。ヘルナンデス君、これも防いだ。だが、こぼれ球がカルロス君の前に。くそ、とどめだ。決まった、カルロス君のシュートが。あーっと、ヘルナンデス君。くそ、この右腕が万全ならば。どうやらいか、みんな、これでイタリアの戦力は大きくダウンした。だから、あ、ここで試合し、ブラジル守りの、そして一方ブラジル、これでブラジルが勝ったか。まあ、あの、すこぶつ翼くんから、カルロスはやっぱり彼、僕たちに、つまりその、いや、どうした翼、いきなり、まあ、ないだ。若林、すまん。シュナイダー、これは、だ、開催国アメリカが優勝候補筆頭のドイツを撃。この試合アメリカは先日敗北したフランス戦にスタメン出場した選手全員をベンチに下げ、フランス戦でベンチだった、さらに予選リーグではフォワードを務めていた、そして13歳のキャプテン。するとこの大胆な采配がピタリブレ、逆にアメリカはさらに的確。一方ドイツもシュナイダー君がファイアーショットで2ゴールを挙げるなど反撃しますが、ゴールキーパーアズワン君も負けじと何本ものファイアーショットをファインセーブで防ぎ、まさかの、本当に、まっ、それではアメリカのキャプテンライアン、ドイツのシュナイダー選手は素晴らしい。今日勝つことができたのはブレイクさんや、この結果を、次の相手のブラジルは偉大な相手ですが、しっかりと研究して挑戦した。ああ、面白くね、他人のマークなんてのは俺の性には合わねえんだよ。おいライアン、攻撃にばっかり力入れやがって、もっと守備のことも考えろよ。シュナイダーのファイヤーショットを止めるのがどれだけ大変か、お前ならわかるだろうが。二人とも何を言っているんだ。すべて勝つために必要なことじゃないか。足首に不安があるハイネが最も嫌がるのは
強烈なボディーコンタクト。だからチームで最もパワープレイを得意とするブレイクをマークにつかせた。そしてシュナイダーは世界でトップクラスのフォワード。今のアメリカでは完全に防ぐことは不可能。僕なら彼とも1対1で戦えるけれど、そうするとシェスターやカルツがフリーになってハイネを抑えた意味がなくなってし、だったら守備を犠牲にしてでも僕が攻撃に力を入れて、シェスターとカルツの動き、ドイツの弱点である守備を徹底的についてシュナイダー以上に点を取っていく方が勝つ確率。そりゃそうだけどよ。へいへい、もういい、わかったよ。それに今日の失点は次の試合に向けての布石でもある。アメリカには付け入る隙がある。ブラジルにそう思わせることができただろうからね。本当に嫌なやつだぜお前はよ。褒め言葉として受け取っ、さて日本の次の相手は、普通に考えるとフランスの方が有利だけれど、サッカーは何、僕が関わらなければ。だけどあの10番ライアンってやつ、俺たちとのプレマッチには出てなかったよな。ああ大会のた、ライアン・オルティス。ひょっとしてよかったら、そうか、ライアンはドイツとテクニックだ。ドイツの選手たちのプレーの幅は決して狭くない。確かに、けど一体。よし、これから二組には、君は息だ、頑張って。最近はね、けど監督が詳しく、どうした。こいつから聞きました、練習態度について指導、本当にありがとうございました。いや、彼が自分で気づいて立ち直ってくれただけのことだ。私もそれなりに長くサッカーに携わってきて、だが残念ながら物にならなかった選手も決して少ない。彼らの多くは自分の才能、君の才能、そして今立花兄弟。はい、これからも全力で頑張る。やあ、頑張ろう。よし、頼むぞ。よし、ありがとう。
君を見習わなくよし、少し君に悪いね。よし。何？へえ。なかなか面白い才能の持ち主だな。やあ、ありがとう。やるね。君は吐く。ち、すごいぞ。それは違う。はい。よし。よし。よし。何？何？
ああ。うん。頑張るんだ。へえ。うん。君ならで。Thank you.
。